浜町駅は東京都中央区日本橋浜町2丁目にある東京都交通局新宿線の駅である。中央区西東端の駅。駅番号は S10。明治様への副駅名があるが、現在は車内自動放送のみで用いられる。新宿寄りの一部をメガネ型シールド工法で建設されたかは、すべて改作工法で建設された。 建設中の1976年、当駅付近でナウマン像の化石が発見され、浜町標本と名付けられた。島式ホーム一面二線の地下駅。改札口は地下1階、ホームは地下3階にある。2020年度の1日平均乗降人員は16,408人である。都営新宿線では最も少なく急行停車駅である。 両隣駅の曝露横山駅、森下駅と比較すると半分未満の数値である。各年度の1日平均乗降、乗車人員数の推移は下表の通り。駅は浜町公園内にある。周囲は日本橋浜町である。駅周辺にある施設は各町の記事を参照されたい。なお、駅で入り口は A1A2 の2カ所ある。 最寄りの停留所は、清須橋通り上にある、旧省庁と浜町駅、浜町二丁目明治座前であり、共に同じ位置に設置されている。以下の路線が乗り入れ、東京都交通局、日立自動車交通、日の丸自動車工業により運行されている。2013年3月1日より2016年4月8日まで、A2 出口近くに、水天宮が、 日本橋かき柄町より先座していた。ありがとうございます。